皆さんこんにちは。こんにちは。マグロの刺身です。アボ。ボンちゃんです。ゲストの大西住也プロと寺田天下プロです。まだ来てません。お願いします。お願いします。今回はねこの4人でアリジカントリークラブ花垣コースを回ってるんですけど、前回ねお二人登場してもらった時はグランデージゴルフクラブで、2対2でなんとマイゴルフが勝利したということで、今回はそのリベンジマッチというお二人のねリベンジマッチということで、ね、はい、今回っておりますが、現在、4アンダー2アンダーで2打差でございます。ここからね、前半最終ホールということで、どうなるか皆さんまだ最後までお見逃しないように、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。それでは始めましょう。右って広いんですか？右は狭いです。狭い。いやでもこれちょっとこの右のやつが OB ゾーンなんですけど、うんうん、これ多分ドライバーやったら、うん、ゾーン超えるんですけど、うん、行ってもうたらセカンド多分狙われ。あ、ドライバー打つんやったらピン方向やや。あ、でもバンカーは入りますよね。うん、バンカー入る。ピンやや右ぐらいがベストかな。でここは結構トリッキーです。刻めた240で見えるとこに打ってたらセーフ。セーフ。今度ドライバーで行こう。いいですか？板スプーン持ってこうか。安心させるために。でも天下の球やったら絶対オーバーにならへんと思うけど。曲がることないやろ。いやあるって。いっといた方がまあバーディーには。球丸いんやから乗せられてんちゃう？あのグリーン右サイドのカート道ぐらいの方向がベスト。ああなるほど。球丸いんやからな。まあ左の石いったら OB やな。うん。OK。マジうまい。あ、ビビった。いやいや、あっこでええやろ。ナイス。全然あれでいい。あ、入れ。あ、ナイス。入ったっぽい。入った。バンカー入ったか。素晴らしい。完璧よ。ナイス。ナイス。出す。うわお。あ、しかもフェアウェイ。オッケー。完璧。やる。完璧男。ショット出てきたね。伝説の男。おお。キャットマン。おっ。さあ。誰やそれ。パッといらんのじゃん。逆に。おお。まあそうよね。ここはあれ？ん？大丈夫。これ右からじゃないんじゃない？そこ一番ええとこや。ちょっと右からのはずやけどな。カット意識しすぎたんじゃない？いや、テイクバック迷子なんです。オーケー。跳ねるな。これはええとこちゃう。おお。あ、でも完璧ちゃう。完璧。よし。しかしでもちょっと低すぎるな今日。いやでも狭いで低くなるんちゃう。でもなんかちょっと様子がおかしいね。刺身のどれ？俺あの見えてるやつ。フェアウェイ。俺のは？え？天下バンカーちゃう？取ります。あざ。もうちょんやん。刺身これ1打差にしよう。プチッと入れよう。うん。1打差どころか詰めよう。2打差埋めよう。2打差にしよう。出そうか？俺の地中海ショット。初めて聞いた。地中海ショットって何や。何あの何結構海鮮入ったパスタみたいな。海鮮パスタ。地中海パスタみたいな。素材の味を生かすから。天下でも飛ぶな。120。120。前220ぐらいしか飛んでなかったから。ほんまや。ほんまや。大体40ヤード後ろやったもんね。グランデージョね。あ、手が直してくれ。あ、いや大丈夫大丈夫。ドライバーが打たれたこと気づいてなかったのに。天下どうする？え？順番。あ、もう先打ってください。先俺打つ？はい。フォローかな。フォローっすね、これは。今日のこのピンチ渋いな。さっきと風は多分方向一緒っすよ。120ヤード、50度でいきます。あら、あら、いや、うまいよ。目玉ある。あ、うわ、いってるわ。いってる、全然。前ミスしたな。神ですか。なんぼっすか。いや、上から入りすぎた。120。フォローマンフォロー120マンフォローまた微妙やな。マンフォローお日さん出てこい。お日さん出てきたら勝てる彼が熱くなるから体温上昇しすぎる。お日さん出てきてないじゃないですか。48度でいきます。でかいかな。どうなの。一緒ぐらいのとこかな。一緒ぐらいっぽい。うん、ありがとう。よし、すいません。何倍や。89。99。あ、じゃあ95。よっしゃー。問題は風やな。これでも相手あんま寄ってないぞこれ。あ、でもこのフォローは多分あれやな。やばい。ノラン。結構飛ぶな。飛ぶ。56で。これでかいか。あ、うまい。え、でかない。でかい。わからん。いや、ちょうどいいと思う。あっちからやったら重なってるように見えんじゃん。60度でいきます。うまい。ゴー。切った。うわ、うまい。わあ、ナイス。ナイス。あざ。これ多分な。スピンえぐいことになってる。多分めっちゃ近いやろ。ボール多分八つ咲きになってると思う。60度であの低さで出せたもんな。下硬いからな。下硬かったな。うん、ゴルフしてないとああいう時の一瞬の状況判断がめっちゃ遅れるわ。しゃあないよな。でも、うん、距離感とかも分からへんもんな。そう。あ、誰やあれ。誰や。橋見ちゃう。うわ、誰ってどれが誰。怖いのは怖い。3つしかない。あ、1球入った。俺絶対でかい。うわ、そっちか。え、どっち。え、あ、ナイス。え、ちょっと待って、俺どこに落ちたんや。ほんなこれやと思います。これ。あ、それか。うん、ちょっと前跳ねた。前行ったんや。これ曲がりそう。これ曲がるよ、しっかり。こいつついにスピン効かなくなってきた。あれ、聞いてたけどな。なんか最初めっちゃ前に行った。下りすらある？すらあるよ、余裕で。これはいいわ。あ、赤ラインはいい。ずっと赤。でも安定感あるぐらい一緒の距離残してる。あざす。そう考えたら確かに安定してる。パーで。ナイス。あざっす。パーじゃあかんない。だからまさしが打つっていう感じの流れには持っていけてる。打てるっすよね。とりあえずパー確保。うん、来て。うわ、曲がらんのかいな。惑わされてる。曲がらんか。マジ。行こうか。曲がると思ったけどな。ライン見といてよ。はい。いや、もうそんなん見えへんから入れといてよ。もううわー、うわー、届きよった。弱ーん思ったら。はい、やばい。ナイス。やばい。ナイスバディ。よう届いた。危ない。切れると思った。セカンドはあれどっちのボールやったんですか。セカンドは天下のボール。俺の方がちょっと奥へ。やられたな、これやばいな。チームワークですね。チームワークいい感じですね。そう考えたらやっぱさっきのあのバーディー入れてた4打差やったの。やったらもうちょっと終わってもうてたから勝負が。ああ。勝ってたら何でも言える。いやいや、もう追いつきますよ、そんなん言うてたら。分かれへんからな。頑張ろう。いきますよ。全然分かれへん。ちょっと今から病院行って内臓痛い治してきますね。一旦急ぎでちょっと行ってくれ。まあまあ痛そうっすよね。まあまあちょい痛い。俺も最初大丈夫かな思ってたけど、ちょっと痛い。見てみようか。いいっすか、ブラックジャックさん。多いっすか。確かに。一番伝説やんか、それやったらゴルフ場で一番伝説直したみたいな。ということで、じゃあお昼ご飯行きましょうかね。お願いします。行きます。前半お疲れ様でした。RGカントリークラブさんのレストランに来ております。お二人は天津飯と油淋鶏ですね。めちゃくちゃボリューミーですね。すごいよ、美味しそう。僕はトンテキです。お茶もなし。いや、僕とんかつのこのサラダが彩りが良くて、豚が出ちゃいますね。エアです。あ、見えてますね。皆さんは見えてます。ありがとうございます。やば。これもめちゃくちゃうまそう。うまそう。マジでうまそう。カメラマンさんは。なんかステーキやってんな。ステーキとなんかロールケーキもあるし、鶏のステーキと普通の牛のステーキ。そっちでしょ。あ、もうこれあげる。ありがとう。ね、ですかね。あ、ドリンクバーもいただいてます。ドリンクバーいいですね。いいですね。これ夏今からの季節。初めてよ。夏の季節最高ですね。ガブ飲みしますね。これだけでもええんちゃうかも。それはないけど。すごい。ということで、ありがとうございます。お昼ご飯食べまして、どうでしたか。美味しかったです。美味しかったです。もうお腹いっぱいです。めちゃボリューミー。めちゃボリューミーで。うん。トンテキうまかった。カツも美味しかった。食いすぎた。あれ、頼んでましたっけ。みんな。いや、めちゃめちゃヘルシーでカロリーゼロでした。食べれないやんじゃ。ということでね。後半頑張りましょうか。はい。3打差です。3打差です。ちょうどいいな。ちょうどいいね。ハンデくれる？それぐらい。ザコ相手にはちょうどいいわ。ザコ言うね。言うよね。ここは？ここ左アウトね、とりあえずね。ここは狭くなってます。240ぐらいがベストかな。だってまだ一勝やもんね。僕らがまだ勝ってる今の段階では。今の段階ではまだ僕らは一勝なだけなんで。負けたいな。池超えるか。池あるで。そんな低くない。そんな低くない。そんな低くない。まあやっぱちょっと右サイドがいいっすよね。うん。そうっすね。いやまあフェアウェイ右走っちゃうやっぱり。あ、やっちゃった。いや大丈夫。よいしょ。大丈夫やろ。転がりましたね。OB？ いや OB はないと思います。 OB はない。打てるやろけどラフっすね。前に向かって打てるやろ。ナイス。よし、ちょっと左。あお願いします。あー、左か。耐えてラフ。あ、耐えたかな。いや、フェアウェイかラフの話な。オッケー。よっしゃ、ボンちゃんがそういうことなら行きましょう。エッジまで行くやん、刺身行く。330やったらお、ええで。これでも前行くんちゃう。カトンちゃったれ。おお、当たった。いった。え、当たった。乗ったんちゃう。当たった。ガチでカートン。ガチで当たった。これもうその辺やで。これあのカート道当たった乗るで。いや、あのラインでカート道当たるってえぐい。多分まあグリーン横ちゃう、近くまで行ってんじゃん。いやマジで大逆転、大逆転狙ってきたな、あっこ。わっしゃ狙い目やったな、あっこ。こう狙い目でしたね。飛んでんな、あのラインで。あの左越えてカート道当たんねんな。ええの出たわ。カート道当たったんや。全然見えるってことはほんま近くまで行く。ほんまに左手前ぐらいちゃう。っていうか、あのカート道がまあまあもう近いところやつでしょ、あれ。そうやな。あざ横ちゃう、手前ちゃう。ほんまに乗ってるぐらいじゃないですか。あれに跳ねてやん、真ん前に跳ねていった。あざあざぴょん来たね。まあでもそうやな、乗ってたらまあまあパーはないけどな。あざ、いや僕らのことやからパーあるよ。ボギーはないな。いや、ここでも別に刻んでもウエッジで打てるからね、結局な。距離的にだってそんなのあります。まあでもゴルフはね、近い方がいいから。まあね、そりゃそう。単純な理論ですけど。これ最終、これ最終2オンしに来ますから。はい。おお、そうか。これ俺1人の時は2オン用できへんかったから。ああ、これ2人今日はね狙ったよな。狙ったけど今日はアゲンストやね。結構まあまあアゲンストや。1人で来た時狙ったけどできへんかったんや。4番アイアンで左行ったんやな。あ、でも4番アイアンとかでも風逆。その時は、いやーでもその時もちょっと上げとったような気するけど、今日までじゃないですね。今日はちょっと風強いから。はいはいはい。いやー行ったんちゃうか。差し差し。まあでも左手前。取るよ。取らんでやろ。ちょっと待って。絶対いいとこある。あれはこっちちゃう。こっちや。ギャンブル行くで。ギャンブル行く。天下もギャンブルで服装これで着てるし。取るよ。取ろうか。しゃガチで乗ってるやろ。刺身超えてんじゃん。多分これやろ。この辺当たったよ。339。いや多分そこにおるで、そのラフにおった。ナイス。330飛んでます。あざナイザー。ここに当たってんな、このラインやった。いやでもこの辺やんな。向こうあ、だからもしかしたらカート道じゃなくて。いやカート道やな。すっげえ上上がってた。いやでもキャリーであの辺まで行ってた。そう、めっちゃ飛んでる。あざボギーバーディーで勝手にボギーにしてる。ボギーはないと思うよ。前回出だしボギーやったじゃないですか。確かに。あざそんな難しくなかったけど前回。お天気が良くなってきたし、サーモグラフィーでみたいな。真っ赤っすよ。サーモグラフィー真っ赤や。58。うまい。ナイス。あれうまい。あれうまい。今のどう？いや距離ピタス。べらぼうにうまいわ。みんならもうちょっと突っ込みたい。58で。ああなんか芝感だ。ああなんか芝感だ。うわ。戻ってくる。やばい。来た。もっと来い。戻れ。ちょっと待って。うますぎるやろ今の。今のはもう入れなあかん。ラフやで。ほんまや。ラフやのにあんなもん。それは寄るわ。いや寄るけど2人バーディーやもん。当たり前やね。バーディーしか取らへんで後半。入れるしかないなこれ。もうちょい来たら入ってたんじゃん。天下もうまかったな。天下もうまかった。これどうする？ちょっと迷うな。こっちの方が簡単なんかな。片手かな。56で。はい。うまい。うまい。ああちょっとでかいか。惜しい。片手で柔らかく打つな。片手やのにあれか。調子悪いな。調子悪い。入らんか。入れたね。60で。方向がうんこや。方向がうんこや。あれ？ああ。まあ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 。ナイス。方向がうんこやわ。ちょい数か。どうする？これ取らないですよね。それ取らないです。ちょっと迷いますギリギリまで。どう思う？お先どうぞ。出ちゃいます。ああ、お先行くんかと思った。数じゃない。どっち行く？今度はもうはっきりしてる方行こうか。これな、確かにな、こっちからとこっちからで絶対こっちやろ。あ、でもちょっと微妙やなこれ。どうします？もうそれはもう角谷さん決めてください。相手不安がってんな、ちょっと不安がってんな。どっちにしろ僕ら有利やねんが。お先どうぞ。こんなまっすぐトンって入るやろ。先行こう。もまっすぐトンって入ると思うで。任せんで。うん。これだってさ、ちょっとさ打ちたいやん。ガチやんもう。3打リードしてんねんから、まあもうほなもう両方入れたらええやん、もう近い方でいこう。おお、癖強っ。マンクセ。おお、光一郎来た。光一郎来た。石川光一郎、俺これする。早く打ってくれへん。あいつのせいで言うな。ナイス。あざぴょん。一個ずつ行こう、一個ずつ。あざぴょん。角谷さんこれ自信あるから、俺一個は先。自信？そんな今日パター自信ないで俺。わーい。まっすぐ飛ん。ナイス。時のパターンや。あれは。やるな。これ追いつかれへんな絶対。いやいや、いけるよいけるよ。いけるな。大丈夫。大丈夫。って言ってる時は。ドンって打てた。大体あかん。大丈夫って言い聞かせてる時の回あかんな。いやいや、まあまあでも勝ってるから俺ら。うん。負けてるから。1回勝ってるから1回ね、2ホール終わりましたね。はい、お二人ともナイスバーディー。ナイスバーディー。また後半も皆さん楽しみにしておいてください。はい、マイゴルフではね、今回みたいにゴルフの面白さ、プロゴルファーの魅力を皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。